じゃじゃん。ズーム専用のゴリラポッドありますよね、一眼レフの。それの自由分台です。ボールヘッド。これですね。大きい方のゴリラポッド。これの頭に、こう、くるくるしちゃうわけですよ。そうだ。別に一眼レフのために買ったわけじゃないんですよ、そういえば。これ、覚えてますか？携帯とか iPhone を固定するものですね。これね、三脚穴がここについてるんで、三脚固定するとこうなっちゃうのね。だから自由運台が必須だったんですよ。これでようやくまともに設置できます。いいじゃないですか。iPhone 4は待望のハイビジョンですから。いやー、これで便利になるわ。またいいもん買っちゃったよ。まあ、名前の通りボールヘッドですよ。で、このネジで固定ですね。水準器もちゃんとついてます。クイックリリースも、これいいな、スムーズ。いや、そこそこ重量はあるなと思ったんですけど、どうやらこれ金属製ですよ。ちゃんとメモリも入ってますね。はい。ゴリラポッド SLR ズームの自由運台ボールヘッドでした。